新しいことにチャレンジ したいことを教えてください。自分は学校行事なのであまり前に立って出る人じゃないので、そういう行事で、リーダーとなってできるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に長所と短所を教えてください。長所は他人に優しいところで、短所は集中力があまり続かなくてぼーっとしてしまうところが多いです。どんな時に集中続かないですか？勉強して、勉強するしてる時に途中なんかぼーっとしてしまう。そうですか。勉強して、はい、わかりました。じゃあ以上で質問終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、感想の一言。まあ実際ここまでしつこくこう突っ込んだ質問されることは少ないとは思うんだけど、一応ね、備えあればってことで、まああれですけども、まあ、さっきよりはっていうのは減ったので、まあ意識できたのかなと思いますけど。